Konnichiwa. To record the person in charge of the prism colors をお話ししたいと思います。それが私のあのアカシックレコードの心臓の色が意識界の中でこう色意識界の色に分断されているののこうリキャプチャーが可能になるようにそのために今バウダイの方で取り決めがあって担当しているその色の係の方だけ記録のためつけて YouTube にアップしておきます。そうすれば明日ECC での署名の時におかしくならないようにっていうふうな目的です。まずここにシルバーホワイトっていうか白銀白金じゃなくて白銀の色が一番上の一番高次のフリクエンシーの色だと思いますけど、それが片岡義雄先生作家の、それでその次の色っていうとアメジスト、アメジストはウルトラバイオレットであるので、それがジョン・カビラさん、J-WAVE および、UMUC ではなくて嘉手納基地のジョン・カビラさん。それで次は私が知ってる限りラピスラズリのもので、東インド洋で近くの方で取れるということから、青い色でシーリ・パタビジョイス先生、日本で、骨継ぎっていうなんつうかマッサージではあるけどアーゴノミクスのお仕事も介入してなされている先生です。それで次が私が考えるにエメラルド翡翠のエメラルド、翡翠の方で何つうかな、モスグリーンっていうか薄い黄緑が私の血液の方で、黄緑が私はどうか習近平氏っていう私が帰国前にクラスメイトで知っていた習近平になった習近氏であって、帰国後2011年頃岩渕文雄さんっていう日本名で知り合いになった方であって、その方が黄緑の光線を懸念が高いので、新しい、宇宙航空、宇宙なんだっけ、あそこの中国のは宇宙開発航空とかっていうやつの権限も持っておられて、エメラルドを持っておられる。それでその次が間違えたかな、グリーン、さっき最初にグリーン緑が来て、ラピスラズリの次緑、それがノルウェーの森をもうすでに、1989年に読んでおられたアンドリュー王子、ロブ・ディラン、私のアーキテクチャー180の講師であってミスター・ディクソンっていう先生でした方、それでその次が翡翠、黄緑で習近平氏、そしてその次が私はイエローゴールドっていうのかな、黄色で光る黄色っていうのが金平重則さんって日本のジャーナリストの方、
でうちになんか兄と付き合いがある以前に父との付き合いが結構深かった方って聞いてます。私は落合恵子先生にまあなんか支持しているっていうか心の中で支持しているつもりなんです。それで落合恵子さんの弟さんっていう方です。それで次が最後にね、あのピンク色の光が入ってたって言うんだけど、このヒュー、プリズムのヒューの中で私はそのこうどう書いてたっていうのまで覚えがないので、ピンクっていうのがあったことはあっただろうと思えばってますけど、それが剣と長野で、うちの王子の剣と長野でどう王子かっていうと、細川秀子の姉のメアリー船橋の息子さんことのケント長野で、なんかピンクってなんかいやらしい感じっていうんじゃなくて、キラキラ光る綺麗なピンク色の光線がこう8つ虹の光線なので、8つ、あと今日本でも虹は発色だっていう子も増えてきたと思いますけど、そういうふうに発色の虹の色、プリズムの色がこうアカシックレコードからこう回転して出ているのが、こう人とコミュニケートしている時の私の正常なコミュニケートができているっていう時に人に影響を出せるそういう状態なんですけど、それが外れている時があって、痛いとか攻撃を受けるとかそういうのがあって、それで心臓はそのビジョンでも同じように真っ赤だったんですけど、それが私の元彼のブライアン・セッツァーだったっていうは紹介決してしなかった伸び切りっていう、後にイギリス在日本にイギリス大使になった方が持っているものです。それでそれがその心臓にこう光プリズムが入ってこう放射している状態がアカシックレコードとして記憶、人間のその万有の記録が収められているものであって、あんまりアビューズしないでください。敵が感動したようにそういう万有のとかって、万球のそういえばそれ万球ので、万有引力と万球っていうのを万年の万眼マグネシウムだから、それはマグマ、マグネシウム、トム・セレック、ピーター・セレック、マグナム、変な風にしないでくださいそういうアシミュレートでやってくるやつは元の IBM のやつですよ。もうやめてくださいよ本当に。でもこういうその光のこう光線を意識界の中でこう分けてこうバーッとどっかから出してんのが私怖くて痛いし、毎日そういうこういう状態で、それでこれをレコーディングして記録として撮っときます。それでこれはあれかなと思ったんだけど、YouTube に今度ねっつって出して、今日出したらおかしいかなと思ったけど、一応出しときます。で頑張りましょう。 See you!